山口県ラジオネームジャッジ藤沢。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。先生、我々選手一同はスポーツマンシップなど関係なく、勝利のためであれば卑怯で下劣で非人道的な手を使ってでも相手を貶め、鼻を噛んだ散り紙のごとく己の命を投げ捨てる覚悟でこの戦いに挑みます。よく私のことを洗脳されているなどという人もいますが、私の洗脳はとっくに溶けています。今ではミニモニファックだぴょんで包みさやかをした時のような純粋な気持ちでお墓の草刈りをしています。私はよく店長に敵のことが怖くないのかと聞かれます。最初は怖かったです。でも敵のことを蚊とかハエと思うようにしてからは、どんなひどいことをするのにもミニモニファックだぴょんです。だから今日の晩御飯が明日の晩御飯を追い越しても、敵を失敗した手作り栽培マンのごとく滅却することをここに誓います。州立オニオンマウンテン簿記専門学校小魚鑑賞部ポイントガードモーガン・フリーマン。包みさやか出てきたよ。モーガン・フリーマン、包みさやかにハマってんか。久しぶりに聞いたな、包みさやか。久しぶりでも思い浮かぶね。ね、パッと思い浮かぶね。力あるんだね、思ったよりね。